どうもボーイです。今日はこれから、アウトレットの方に行きたいと思います。で、今日行くアウトレットが、三井札幌の北広島店になるんですけれども、で、まあ、北広島の、まあ、アウトレット自体、まあ、5年ぶりぐらいに行くので、まあ、ちょっとスニーカーとか何やるか分かんないんですけれども、まあ、ちょっと今日暇だったので、ちょっと行ってみたいと思います。ではこれから、電車とバスに乗って早速向かいたいと思います。まあ、アウトレットの方に着いたんで、まあ、これからちょっとナイキの方に行きたいと思います。めちゃめちゃ安い。拿个果子，他不会，拿果子，他不会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 
Footwear that are already bargained will be even more affordable. Don't hesitate to ask the staff if you need more details. This is held for a limited time. Thank you. ソックス型の NMD も、まあ、セールなってます。はい、ありがとうございます。はい、ヒューマンレースの NMD もセールなってますね。価格が2万円です。
はい、ということで、まあ、一通り見てきたんですけれども、まあ、思ったより品揃えは良かったですね。アシックスだと、まあ、ゲルカヤノの、まあ、25があったり、あとリーボックだと、まあ、女性サイズなんですけれども、まあ、ポンプがあったり、でアディダスはね、あのヒューマンレースが置いてあったのはちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、サイズは26と、まあ、25しかなかったですね。でナイキが、まあ、一番品揃えが豊富でしたね。エアマックス1のカリーとエアマックス270のフューチャラモデルは結構欲しくて、まあ、悩んだんですけれども、あのエアマックス270買うなら最近出た同じようなカラーのエアマックス2の方が欲しいと思ったので、まあ、やめて、エアマックス1もかなり値段が安かったのでちょっと悩んだんですけれども、まあ、今回はやめました。まあ、ラルフローレンのアパレルとかも、まあ、かなり安い値段でしたね。思ったより品揃えが良かったのでまた今度着たいと思います。それでは本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。